どうもひろみです。許されようと許されなくとも悔やんでばかりじゃ歩き出せない。消えはしないし変わりはしない。自分の背中を歩いてきた道を決して忘れないで、恐れながらでも歩いて行け。泣き濡れたこの道の上で今私たちには未来しかないんだ。粉々に砕けちぎった夢はこれからの道を照らし続けるだろう。気づいてもまた変われずに行くのか。繰り返してきた悲しい過去に落としてきたものが一体何だったのか。目を凝らしたならまた見えるだろう。選び取る術はない。迷いながらでも歩いて私たちには未来しかないんだ。荒野に風吹くように涙が乾くまで何度でも吹き続けろ。この道の上に落とすなら花を持って行くのなら罪を ひろみです。ひろみずチャンネル、今日も見に来てくれてありがとうございます。いつもいいねボタンやコメントもとても励みになっています。ありがとうございます。家の中で過ごすことの多い最近だと思いますけど、皆さん体調大丈夫ですか？あと精神的にもですね、結構こう辛いものがあるのかなというふうに思ったりします。こんなことはね、経験したことがないことがこう続いているので本当に不安ですよね。有名な方々のこう感染だったりが伝えられたりとか、志村けんさんがお亡くなりになったり、私も小さい頃はドリフだって見ていたので、ヒゲダンスも一緒にやっていたので、とても残念です。お悔やみを申し上げたいと思います。
そしてですね、発症してしまった方々の一日も早い回復を願いたいと思っています。最近ね、日本でも感染者がすごく増えてきていますよね。で、昨日のね、専門家会議の会見ですね、私は見させてもらったんですけど、感染爆発よりも全然先に医療崩壊が起きる可能性があるっていうのを強く訴えていましたね。なので重症な方がちゃんと治療を受けられるように、これ以上やっぱり感染者を増やしちゃいけないっていうことを改めて感じました。危機感っていうんですかね、持ってる人と持ってない人っていうのの結構温度差がありますよね。だからもう本当に統一してみんなが危機感を持てるような状況を作った方がいいと思います。だからなんでこの緊急事態宣言を出さないかなっていうのはすごく言われていますけど、あんまり意味がないらしいですね。今やってることと大きくは変わらないらしいですね、日本の法律上だと。海外みたいな強制力がないので、結局出したとしてもその、今やってるような状況、そのお願いですよね、自粛要請だったりとか、そこはあんまり変わらないみたいです。ただ、そんなに強制しなくても抑えられてたことはられてたんだろうなとは思います、海外と比べると。ただこれからはちょっとわからなくなってきているので、効力がそんなにないとしても緊急事態宣言を出すとか何らかの形をドーンってやることで危機意識が上がるっていう意味では出した方がいいんじゃないかなと思ったりもしています、でですね、この間ですね、ツイッターにですねちょっとメッセージをもらって、そこで教えてもらったんですけど、ある映画をね紹介してもらったんですよ。コンテージョンっていう映画があって、パンデミックを描いてる映画なんですけど、はい、これをねトシさんという方から紹介してもらいました。ありがとうございます。もう早速見させてもらったんですけど、すごいリアルでした。もう本当にそのまま、今の状況そのままっていう感じですね。例えば最初よく言われてましたけど、コウモリが感染源だったっていうことや、あと中国がスタートだったっていうこと、そしてあと人は知らないうちに顔を触っていると、1日何万回とかだったかな、そこから感染をしてしまう可能性があるからなるだけ触らないようにだったりとか、あと感染したかもしれないと思った人たちが病院にたくさん押しかけてしまって医療がどんどん崩壊していく様だったりとか、あとは暴動とかも映画の中では起きていくんですよね。で、日本ではそういうことが起きてないですけど、それこそタイとかなんかだと最近ね、脱獄ありましたよね。刑務所で受刑者たちの中で感染者が出たというデマなのか何かが回って、囚人たちが暴動を起こして、アメリカなんかでもたくさん銃が売れていたりとか、それは多分自衛のためでだと思うんですけど、世界的にはねもうそこまでなってきていますよね。なのである意味海外の人の方がコンテージョンを見た時に相当リアルに感じるんじゃないかなと思います。2011年にこの映画は作られて、あまりの今の状況との似ている感じっていうのが、それこそ今のこの新型コロナウイルスが収束をして数年後に映画化されたっていうのに近いじゃないっていうぐらい一緒です。もうね、なんかね、エンターテインメントっていうよりもね、教材とかみたいな感じじゃないですかね。自然災害だったりとか、日本も震災なんかもすごく多いですけど、そういうのが起きた時にあえてそういうことを連想する映画を見ようとは思わないですよね。なかなか見たいとも思いませんし、コロナウイルスというこういう状況の中では見た方がいいんじゃないかなというふうにも思ったので、あえて紹介させてほしいなと思って、ここでも紹介させていただきました。家で過ごすことが多いと思うので、もしよかったらですね、コンテージョンという映画です。見ていただけたらと思います。で、今日はね、今日でまたこの後ですね、別に明るい映画も紹介したいと思っているので、それはそれで楽しみにしてもらえたらいいなと思います。で、私最近思うんですけど、言われるから自粛するっていう状況だとやっぱ辛いと思うんですよね。不安にもなってしまうし、いつまで続くんだとかやっぱ思ってしまうんですけど、ちゃんとこのウイルスのことだったり、今世界や日本で起きていることを理解をしたいなっていうふうに思っています。はい。で、そのためにいろいろ調べたりとかもしているんです。で、今こうして我慢していることがどうして必要なのかっていうのも分かってくるし、そうすることで少し楽になるなっていうのは感じています。っていうのは、それをすることで人を助けることにつながるから、自分自身がどうこうじゃないんですよね。やっぱりもしかしたらもう自分も補菌してるかもしれないってちょっと思ったりもしています、調べていくほどに。
だから移さないように、広げないようにできることはやりたいなって。でそうやって我慢することが、なんていうんですかね、こう一人じゃないというか、こうつながっているっていう風に感じることでだいぶ楽になるんですよね。この自粛とか、こう家にこもっていったりとかしなきゃいけないことに対しても、これをこうしてるから減らせるかもしれないんだっていうことが理解できると、本当にこれを頑張ればちゃんと協力して乗り越えることができる可能性があるんだっていう希望が持てるんですよね。うちは両親は埼玉ですし、しばらく会えないのかななんていうふうに思ったりもしています。だからなるだけ電話をしたりとか、何かでつながれるような方法は普段よりも取ってるかもしれないです。ね、不思議ですよね。普段こう平和な時というか元気な時ほどなかなか連絡って取らなかったりするんですけど、まあこういう状況だからこそなんですかね、いつもより多く連絡を取り合ってるような気がします。皆さんはどうでしょうか。まあ、一緒に住んでる人も離れてる人もやっぱ不安ですよね、こういう時は。まあね、ただもうずっと考えてると辛いので、時間を決めるようにしてます。この時間はちょっとしっかり調べようと、この時間はしっかり悩んでみようっていう風に、例えば1時間でもいいし2時間でもいいし、なんかそういう時間を作りたいなって思ってます。はい、っていう状況です。でもまあせめてここを見に来てくれてるので、私服タイムのコーナーだったり歌を歌ったりとか、楽しい気持ちになっていただけたらいいなと思います。はいはい、ということで今日も元気にひろみずチャンネルスタートさせたいと思います。どうぞお付き合いください。ひろみずムービーセレクションのコーナー、今日はねちょっと懐かしい映画を紹介したいなと思います。知ってる人も多いと思いますが、こちらじゃん、エバーアフター、1998年公開のアメリカ映画です。グリム童話のシンデレラのお話です。シンデレラダニエル役にドリュー・バリモア、再婚したばかりの父親が他界し、屋敷に残ったママ母とその娘たち、父親が亡くなった後、この親子に召使いのように呼吸を使われるダニエルですが、それでも毎日働きながら他の召使いたちと仲良く楽しくやっていました。そこへ、政略結婚は嫌だ、妻になる女性は自分で見つけたいとお城を飛び出したヘンリー王子がたまたま通りかかり、ダニエルと王子は運命の出会いを果たします。はい、まあ、大体のあらすじはもう本当シンデレラを元に作ってるのでほとんど変わらないです。ただこのねエバーアフターでのシンデレラは魔法使いとか、あのカボシャの馬車とか、まあ、そういうものは出てこないです。リアルなこう現代版シンデレラみたいな、そんな感じです。本当のシンデレラのお話はね、王子様に見つけてもらって選ばれるっていう、なんかそういう本物のお話に対して、このねシンデレラはね、こう自分で切り開いていくんですよね。で黙ってないんですよ。すごい気が強くて男勝りで、しかも頭もすごく良くて、で、まあ、もちろんすごいけなげにこう我慢してるところもあるんですけど、いざっていう時は爆発的にやっつけるんですよねそれがすごく見ててね、こうスカッとするね、気持ちのいい作品なんですよね。このヘンリー王子のこのちょっとわがままっぷりというか、だけどすごい素直な、まだこう綺麗な心を持ってるというか、そのなんていうかこうお坊ちゃまっぷりっていうのもすごい良かったです。ロドミラ役のアンジェリカ・ヒューストン、これすごい良かったですね。もう有名ですよね、アダムスファミリーに昔出てましたよね。本当にね、意地悪そうな表情だったり仕草をするんですよね。この長女の方がですね、すごくねわがままで意地が悪いんですよ。でね、普段はこう済ましてるんですけど、時々癇癪を起こすんですけど、その癇癪がすごくこう面白いです。でそれに対してこの妹の方ですねは、いつも普段こうあからさまに姉の方をびいきをする母親なんですね。そういうのもあってか、妹の方は実はダニエルにすごくこう同情的で協力もすごいしてくれるんですね。童話の中のシンデレラよりもそのもっと人間関係がリアルに書かれて生々しくて、それはそれで面白いですよね。だからドラマとしても普通に面白いです。でもやっぱりこう衣装だったりとか景色だったりお城だったりとか、そういうものを見てるとやっぱりねすごい綺麗なんですよ。なのでちゃんとおとぎ話としても楽しめるっていう、本当にゲラゲラ笑ってしまうようなシーンもあれば、結構本気でポロッと涙が出てしまうようなシーンもあります。一番の見どころはやっぱりドリュー・バリモアの演じるシンデレラだと思います。
気が強くて男勝りな一面と、だけどやっぱりすごいけなげで可愛らしい、その両方の魅力を兼ね備えたシンデレラっていう役をすごく上手に演じてると思います。ドリュー・ボリモアの顔立ちっていうんですかね、中世の雰囲気にすごくなんかぴったりな気がするんですよね。本当に綺麗です。明るい気持ちにもなれるし、その中世のなんか綺麗さっていうか、おとぎ話的なすごいキラキラした感じもすごくあるので、目気持ちいいです。すごく目気持ちいいし、ストーリーも軽やかで、あったかい感じもする、とてもいい作品だと思います。ぜひ興味があったら見てもらえたらなと、はい、思います。ということで、今日私が紹介したお気に入りの作品はエバーアフターでした。はい、リクエストのコーナー、今日も皆さんからいただいたリクエストの中から、1曲歌わせていただきたいなと思います。先週のひろみずチャンネルでコメントにていただいたメッセージをの中からですね、一曲カバーさせていただこうかなと思うんですが、ちょっとそのコメントをですね、一部だけですけれども読ませていただけたらと思います。ミュージシャンミカドさんからのコメントです。ありがとうございます。こんにちは、聞きに来ました。いろいろ違うひろみさんの動画見ました。また僕にとってはひろみさんという生態系が、初心者なので、母生態系オリジナルとかカバーを聞いているとコメント欄にもあるように癒しを与えられる方なんですね。イメージですけど巫女みたいですよね。ひろみさんの歌が始まって終わる頃に降った雨が止みそうですよね。犬夜叉っていう漫画を思い出しました。アニメのエンディングでは Do As Infinity さんの曲が使われているんですね。ヒイラギという曲があります。この曲をひろみさんが歌ったら癒しの声と混ざって、巫女は本来神様から授かったメッセージを世の中に伝えるものですが、もし巫女が神様に直接願いをメッセージを送れたらなんて思いました。ありがとうございます。巫女さんなんてとんでもないですけれども、でも何でしょう、そういう風に感じていただけたっていうのはすごくありがたいことだなと思います。伝わったらいいなと思っていつも歌ってはいるので、ちょっとね今回トライさせてもらおうかなと思います。それでは聞いてください。 Do As Infinity さんのカバーでヒイラギ。僕たちは過ちを犯す、僕たちはすぐに立ち止まる、些細な小石にさえもつまずいて、誰かの言葉を信じ、誰かの手の中にいる、最後は一人なのに、自分が気づいている弱さ、自分に耐えられない脆さ、見えないふりをしたまま生きてゆく、どうしようもない苛立ち、どこも当てない旅立ち、繰り返して長い橋、引き返す勇気もなくてこぼれてく、両手から大切なものを舞い出した、粉雪は積もるのでしょう、冬を耐え抜いてゆく強さが欲しいよ、君の胸の片隅に残し、僕たちは過ちを犯す、僕たちはすぐに立ち止まる、全てを受け入れるほど強くない、氷のかけらを集め、心の隙間は今も埋め尽くせないまま、はしゃいでた街の沈黙、果たせない二人の約束、触れてしまえば消える雪のよう、僕が見失ったもの、君も見失ったこと、気づかなくてひらきは冬の訪れ告げる花、僕たちを
だそこで見下ろしている。長い孤独な夜に潰されそう。満たされぬ現実が押し寄せてくるよ。私服タイムのコーナー、今日試食してみるコンビニスイーツはこちら、じゃん、桜サクサク桜餅プリンです。お餅入り、セブンイレブンで見つけてきました。いや、プリンとお餅ってなんか想像つかないんですけどね。春らしくこのピンク色の商品っていうのがたくさんコンビニにあって、結構目移りしちゃってますね最近。いや、いいなと思って。そうなんですよ。そう、でもなるだけね、コロナのこともあるので、ぼーっとこう探すことはやめようとは思ってます。なるだけパッと見て、よし、これっていう風に決めようとは思ってます。無駄に長いはしない方がいいですからね。と人に言われたことあるんですけど、私コンビニとかでスイーツとかお菓子を見てる時って指が嘘みたいにここに来るらしいんですよね。では早速食べてみたいと思います。はい、見た目こんな感じです。こっちからだけ見たらわからないか、層になってますよね。上がピンクっぽくて下がお餅なんじゃないかなと思います。食べてみたいと思います。いただきます。おお、はい、こんな感じ。わかるかな、ちょっとあんま綺麗じゃないですけど、先っぽのプルプルしてるのがお餅ですね。透明な。で、スプーンの柄側ピンクっぽいのがおそらくプリンだと思います。プリンとお餅合うのかな、ちょっと怖いですけど。美味しい。これは美味しい。甘い。甘さがすっごい美味しい。このピンク色のは濃厚な桜味のプリンですね。うん。あ、下のお餅は、うん。わあ。なんかちょっと。わらび餅みたいなプルプルさもあるんだけど、少し粘りを強くした感じのお餅ですね。プリンとお餅合いますよ。全然期待してなかったんだけど、実は全然美味しい。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。作った人すごい、大好き。この下の両脇の奥がキューってなる甘さと美味しさすごいね、もう舌が喜んでる。うん、もうこのままいくとあっという間に食べて私服タイムのコーナー終わっちゃいそう。3回言えたら大変よくできました。桜餅、桜餅って3回簡単。あ、わかった、これですね。桜サクサク桜餅プリンかな。あ、確かに早口言葉っぽいのか。桜サクサク桜餅プリンっていうことか。あ、ちょっとやってみるか。桜サクサク桜餅プリン、桜サクサク桜餅プリン、桜サクサク桜餅プリン。言えちゃったよ。
これ言えちゃダメなやつですよね。せっかく私服タイムのコーナーでやるならこれ言えない方が面白かったの。多分みんな言えると思う。じゃあ言ってみますか。せー、いきますよ。せーの、はい。上手。言えるよね。いやでもこれは突っかえた方が私服タイム的には絶対面白かったよね。言えちゃったんだもん。ああなんか言えないとか言ってる方がね面白かったのにね。一番やっちゃいけないやつ。なんかこの感じあれ思い出す。だいぶ前なんですけど、友達の家がね、花火が屋上から見えると、友人が何人か集まって、でその屋上でみんなでこう花火大会を見ようっていうのをやってた時があったんですよ。でその花火大会を見ながらスイカ割りをやろうっていうことになってね、 6,7 人いたのかな、うん、は来てたと思うんですよ。じゃあ順番決めようっていう話になって、でじゃんけんしたら私が勝っちゃってトップバッターになったんですよね。でこう目隠しをしてね、棒を持つじゃないですか。血が騒ぐんですよ。先週のねひろみずチャンネルでもちょっと話したんですけど、私剣道をねやってたんですよ。もうここまで話したら大体ほとんどの方がお分かりだと思うんですけど、もうその通りですよ。あ右とか左とか言いながらこうこうやってやって、あそこそこってなって、よし来たと思ってこう振りかぶってズバーンですよ。スバーンって言ったらもうバコーンって当たって、はあ、やっちゃったって思って、恐る恐るこうあれ目隠しを取ったら真っ二つ、もう固まりましたね。もうみんなドン引きですよ。ドン引き、トップバッターで割っちゃダメでしょ。空気を読めよですよね。本当に真夏だったんですけど、もう本当に背筋が凍るような思いでしたね。固まりましたね。やっちゃったっていう感じ。さあ一瞬で空気を読みましたよ。もうみんなが すごい一発目でやっちゃうなんてすごいみたいな、この空気、もうねトラウマですね。当たるにしてもね、ポンって当たるぐらいで、割れなかった惜しいとかね、ポンツコンぐらいの演出ができればよかったんですよ。そういうぐらいの気は聞かせられるはずだったのに、思い切って割ろうと思ってなかったんですよ。本当にこう振りかぶってストーンって落としただけ。やっぱりねダメなんだと思うんですよ、経験者は。やっぱり普通の人が棒を振るよりも確実にストーンっていくんだなっていうのを、ほらよく例えばプロボクサーだったりとかは絶対喧嘩しちゃいけないと狂気になるからとか言うじゃないですか。あれとちょっと似てるのかもしれないですね。プロではないですけど、スイカ割りはダメ、うん、スイカ割りはやらしちゃダメです、うん、いやもう本当にトラウマ、それに近いですよね、うん。やっぱちょっと空気を読んでちゃんと失敗しないといけないんですよ。負けるが勝ちってあるじゃないですかね。ちょっと間違えるぐらいじゃないと私服タイムとしてはダメでしたよね。ちょっと反省します。さあもう食べ終わっちゃうな。すごくね桜の香りもして、甘さも本当にまろやかで、すごく好きな感じです。本当に美味しかった。もしセブンイレブンに売ってて興味があったらぜひ食べてみてください。ということで、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ひろみずチャンネル、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の更新を楽しみにしていただけたらいいなと思います。そして皆さんの健康を、願いたいと思います。また元気にお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。ひろみでした。バイバイ。